ネットカフェでの災難学生の時の話を一つ寝的な話ではないんですが今までで一番恐怖を感じた洒落にならん話自分は大学生の頃行きつけの寝カフェがあった別に安いってわけではないがかなりきれいだし椅子の座り心地もいいので よくオンラインゲームや漫画を読みに行ってたそんなある日帰るのがめんどくさくなり朝まで寝ることにした大体いい夜中の2時くらいかないきなり通路を挟んで真後ろの席で「ヒホーひー」とか「ポー」ってなかなかでかい声で騒いでるわけよ 声は女って分かったんだけどマジでうるさい店員も注意する気もないし20分くらいそれが続いて俺もブチ切れてそいつのドアに裏剣でバンって一発かましたんよそしたらやっと静かになったけどまたブツブツ小さい声だけど言い出すのよ「このいかれた女どんなやつだよ」と思って とりあえず自分の室内から覗こうとした実際覗いても椅子があって見えないはずなのになんで俺も覗いたんだろうなこれが大失敗だったかがんで覗いたらさ椅子が横に移動されてて机の下が見えるのよでその女その机の下に入って 体育座りしながらバッグのジッパー開け閉めして顔だけ俺の方向を向いてる完璧目あったわ正直泣きそうになったなんでなんであんなとこにいんのなんで俺の方を見てんだなんで俺の室内を下から見てんだもう完璧パニック帰りたくても電車もないし タバコ吸って落ち着こうとぶるってたらどうも後ろから「でっ,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 って小さく聞こえるのよそこは後ろ振り向いた「あいビンゴそいつが俺の室内のドアの下でしゃがんでるのよ笑いながらそいつは多分しゃがみながら自分の室内から出てきたんだなドアのガラガラ音聞こえなかった とか言って笑いながらしゃがんで侵入してきたから顔面蹴り飛ばしてしまった本当に身の危険を感じたからかな正直自分でも顔面蹴りにはビビった今のところ女性に言って「足か」をあげたのがこれが初その後はそいつ泣き叫ぶし店員やっときて事情説明しようにも俺もテンパって信用してくれないし 警察来て俺も連れてかれたまあ結果的には相手の母親が来て逆に俺に謝ってきた俺も一応頭下げたやっぱり頭おかしい子だったみたいでも一番怖かったのがその女のバッグに果物ナイフ56本裸で入ってたんだとさもう ねえカフェはいいかね。